命売りますは、三島幸夫の長編小説。自殺に失敗した男が、命売りますという広告を出し、自分の命を捨て売りしてしまおうとする物語。死ぬことを恐れない、主人公と彼を利用しようとする人間たちとの間に、繰り広げられるユーモラスな騒動が、ハードボイルド調の展開で進行する、娯楽的な趣向の中にも、現代社会における生と、死や 次第に変化してゆく、主人公の真理の逆説が描かれている。1968年、週刊誌、週刊プレイボーイ5月21日号から10月8日号に、全21回連載され、同年12月25日に集営者より、単行本刊行された。三島生前の刊行本日誌はいずれも、題名から本文に至るまで、売りではなく、値という表記を採用している。 文庫版は1998年2月24日に、筑く文庫より刊行された。翻訳版は中国、英国で行われている。島田正彦の自由死刑は、命売りますをヒントにして創作された。なお、命売りますは、三島没後45年の2015年に突如人気が広がり、筑く文庫が1ヶ月で7万部重版され、この年と、 翌2016年にベストセラーとなる現象が起きた。広告会社に勤務する27歳のコピーライター、山田浮美みは、ある日突然、新聞紙の活字がすべてゴキブリに見え出し、世の中が無意味と感じて睡眠薬自殺を図るが、失敗する。自殺し損なった、羽男の前にはなんだか空っぽな、自由な世界が開け、三流新聞の給食欄に、 命売りますという広告を出し、実質のドアには、ライフフォアセールとされたレタリングの紙を貼ってみた。早速第一の依頼人の老人がやってきた。老人は、50歳年下の若妻、ルリ子が、成金悪党の三国人の愛人となってしまったことを話し、ハニ男がルリ子の真男となって二人でその三国人に、殺されてほしいと依頼した。ハニ男は、老人の依頼に従い、 ルリコの部屋に行くが、彼女の話によると、その三国人は秘密組織 ACS の人間らしかった。ハニ男はルリコとベッドイン中のところをベレー帽をかぶった三国人に見つかるが、殺されずに返された。しかし、ルリコは翌日隅田川で死体になって発見された。次の依頼者は図書館の女師匠であった。彼女は、ある外人らに、 飲めば自殺したくなる薬の製法が載った、昆虫図鑑を高額で売ったが、羽男にその薬の実験台となってもらい、再び彼らから金をもらおうとしていた。女は彼らが ACS かもしれないということを匂わせていた。外人一味の待つ芝浦の倉庫に、羽男は女と言った。その薬は効き目がなかったが、羽男は自分の米紙にピストルを当てた。 しかしその瞬間、なぜか女が、ハニ男からピストルを奪い取り、彼女が自殺してしまった。女は、ハニ男を愛してしまい身代わりになったのだった。またしても、ハニ男は命拾いをした。次の依頼者は、井上薫という学生服の少年であった。薫は、吸血鬼の母親のために、ハニ男に、犠牲の愛人になってもらいたいと頼んだ。依頼に従いハニ男は、 夫人に血を吸われ衰弱していきながら、おぎくぼの井上家で薫親子と家族のように仲良く暮らした。そして夫人は、蟹男と一緒に侵入しようと、家に火をつける計画をし、薫を親戚の家に泊まらせた。しかしその日、蟹男と夫人が最後の名残に公園へ散歩しているとき、蟹男はタバコ屋の前で倒れて救急車で運ばれた。夫人は、 家で一人昇進自殺し、またしても、ハニ男だけは生き残った。見舞いに来た、カオルの後をつけ、次の依頼者の二人組が病院に現れた。彼らは B 国と対立する A 国大使の仲間のスパイで、ハニ男に B 国大使館に潜入して、毒の塗られた危険な人参スティックの中から暗号解読の鍵となる人参を見つけてもらいたいと依頼した。 ハニ男はその話を聞いただけで暗号解読のヒントを得て、ビ国大使館に潜入することなく事件を解決してしまった。多額の報酬を得た、ハニ男はしばらく中休みをするため、世田谷に引っ越し先を探し、梅ヶ丘の終戦屋に来た。そして、そこで出会った30歳前の霊子の家に曲がりすることとなった。彼女は元、 大地主だった両親の屋敷の離れに住み、つまらない妄想から自分が先天性梅毒で将来、発狂すると思い込み薬物に溺れてヒッピーとなっていた。玲子は新宿で配られていた、ハニ男の写真を持っていて、彼の商売も知っていた。そして、玲子は、ハニ男に処女を捧げ、一緒に侵入して、私の命を買ってくれと、ハニ男に言い出した。 ハニ男は世間知らずのレイコの死を引き止め、二人は、はためには、新婚夫婦のように暮らした。そんなある日、ハニ男は、レイコと公園にいる時に、偶然、第一の依頼者の老人を見つけた。老人は別れ際に、君は遠くから監視されている。時期が来たら消されるだろうと忠告していった。レイコの夢は、平凡な主婦になることであった。レイコは、 自分が将来発狂したら、ハニ男は自分を捨てると思い、ハニ男に毒を盛ろうとした。ハニ男は、そんな霊子から逃げ出した。逃亡中、誰かがハニ男の太ももに小さな針の発信機を刺していった。ハニ男は、傷の手当てをし、ホテルを転々としたが、発信機のせいで怪しい男たちが常につきまとっていた。太ももの発信機に気づいた。 ハニ男はナイフでそれを取り去り、死の恐怖を感じながら、池袋駅から反応へ逃走した。しかし、しばらくその地で落ち着いていたのもつかの間、大型トラックに引き殺されそうになった。ハニ男は、商店街でストップウォッチを買い、木工所で木箱を作ってもらい、小型爆弾に似せたものを持ち歩いた。ある日、ハニ男は、反応駅前で、 品のいい所領の外人にラカンさんの場所を聞かれ道を案内中、商工会議所の前に待ち伏せしていた車に拉致された。目隠しされて、約2時間後に到着した場所は、洋館の地下室だった。そこにいたのは車に同乗した男二人と、甲中の薬の実験台の時にいた、外人三人と、ルリコの愛人だった三国人と、羽男に対して申し訳なさそうな顔している。 第一の依頼者の老人だった。三国人らは本当に秘密組織 ACS のメンバーであった。リーダー格の三国人は、お前は警察の人間であるのことをここで白状したら良いねと、たどたどしい日本語で言った。彼らは、命売りますの広告は自分たちをおびき寄せる罠で、羽男をおり捜査官だと思い込んでいたのだった。 彼らはわざと手下の老人や図書師書の女を使って、ハニ男を泳がせ、ハニ男の仲間とおぼしき警察スパイを調べる、尾行をしていたのだった。彼らは、ハニ男が英国大使のためのスパイ活動をした時から、ハニ男を警察スパイだと確信し、絶対に捕らえようと躍起になっていたのだった。ハニ男は、ニセ型爆弾を取り出し、自爆すると脅して、彼らを退散させ、 別のドアからなんとか逃げた。ハニ男が命からがら町まで来るとそこは、お梅めだった。ハニ男は交番に助けを求め、密輸と殺人秘密組織 ACS のことを話すが、住所不定のハニ男の言うことなど信用してもらえなかった。泣き声で訴えるハニ男に警官は、命を売る奴は警報を犯していないが、人間のクズだと言い放った。 ハニ男は留置場にもかくまってももらえず、突き返された。命売りますの執筆を始めた1968年5月前、三島は2月に、持丸広志ら学生10名と決明状を作成し、3月には、彼らを含む20数名の学生を引率して、第1回目の自衛隊体験入隊を、陸上自衛隊富士学校、滝ヶ原駐屯地で行っており、4月には、 民間防衛組織、祖国防衛隊の制服も出来上がっていた時期であった。命売りますを連載するにあたり、三島は以下のような言葉を寄せている。小説の主人公というものは、ものすごい意志の強烈な人間のハウがいいか、万事すいすい、なり行き任せの人,の人間のハウがいいか、については、昔から議論があります。前者にこだはると物語の流れが限定され、 後者に失すると骨なし小説になります。しかし、今度私の書買うと思っているのは、後者のはうです。今風の言葉だと、サイケデリック冒険小説とでも言うのでせうか。三島幸夫、作者の言葉、命売りますの発表当時は、通俗小説とみなされたため分断から、注目されなかった。三島の死後も、サービス精神満載の軽快なタッチの娯楽小説で、 作者にとっては、楽々と書き流したものであろうといった、松尾明に代表される趣旨の評価傾向であった。しかし、そういった一般的な評価以外に、その通俗的な作品に込められていた、三島の内心のトロに着目する評価もいくつか、現れた。奥の竹雄は、命売りますの主人公、蟹男を、作者、三島幸雄の秘められた、本心、覚悟が、 劇画的ではあるが、固くされた人物だと捉え、クリス・マサトも、三島本来のモチーフが描かれている作品だと解説している。種村末広は、命売りますのように、純文学作品ではなく、そこに誰も魂の告白を期待していない、エンタメ系作品にこそ、三島の本音が漏らされていたのではないかと推測し、作中後半で、 命を狙われ夜の裏町や反応を逃げ惑う、ハニ男を襲う、高涼たる、孤独感や、夜辺べのない不安と、その果てに行き着く、一度捨てたはずの、性への執着、凡庸な生に対する、上勝に近い憧れの感情には、作中のハニ男の心境というよりも、小説家、三島幸夫その人の生身の魂の告白が、明らさまに吐露されているように見えると考察している。 島田雅彦は、言動や思想など、各方面で多面的だった三島が、本業の小説において果たした役割も、実に多彩なものだったとし、変態のオンパレードとも言える、癖のある人間揃いの作家という職業は、その予測不可能な言動の意外性から、芸人の仲間のようなイメージもあるが、三島の場合はさらに複雑で、一筋縄ではいかず、その多種多様性では、 筆頭の存在であったとしている。そして、島田は、純文学と、大衆文学の両方に、律儀の対応した極めて稀有な作家である三島の、多彩さの一側面であった、大衆文学の、命売りますが大好きだとして、命を安く投げ出そうと決めたごく普通の若者が、いかにアナーキーになれるか、そういう主人公を利用しようとする人間が、どんな悪知恵を絞るかという、 そのストーリーの面白さを説明しながら、命売りますがなければ、自作、自由死刑が生まれなかったことを告白し、三島幸男氏に、感謝の念を捧げたいと述べている。2018年1月13日から、テレビ、東京系列の BS 放送局、BS ジャパンで連続テレビドラマ枠、連続ドラマ J の第2弾として、三島幸男命売りますのタイトルで放送。 主演は中村葵。地上波は2018年4月4日から6月6日までテレビ東京で放送。レギュラーゲスト複数話登場の場合は演者名の横のカッコ、ないに表記。依頼人は星印。ありがとうございます。